経カギは植物の化石の位置形態。木化石とも呼ばれるように、古代に何らかの原因で土砂等に埋もれた樹木が膨大な都市気をかけ地層からかかる圧力により木の細胞組織の中にケイ素と酸素、水素との化合物である計算を含有した地下水が入り込むことによって樹木が原型を変えずに二酸化ケイ素という物質に変化することで、 石英や水晶などと同様に硬くなり、化石化したものである。保存状態が良いものは、年輪や木の形まで保存される。石炭と、ほぼ同所的に出土することもあるが、軽鍵は、軽素分を多く含んでいて、かなり硬く、石炭採掘の際には、厄介な障害ともなる。一部が石炭、または石炭に近い状態になっているものもあり、いわば、 石炭になり損なった木とも言える。アフリカ、アルゼンチン、ブラジルなどで多く産出され、鑑賞用に高値で取引されている。ブレスレットやジュズなどにも加工され、製品化されることが多い。日本でも各地で産出されるが、特に兵庫県東上町黒谷地区西側などの神戸総軍の一帯からは、ブナカ、メタセコイア族などの軽鍵が多く産出されたが、 乱獲もあり、近年は採取されることが減少している。岩手県一の町にある、日本の大形鍵は、国の特別天然記念物に指定されるなど、各地に国や自治体の天然記念物に指定されているものがある。ありがとうございます。